アイテム番号 SCP-131。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-131、A と SCP-131、B に対して特別な収容手続きは取られていません。制限区画に入ろうとしたり施設から出ようとしない限りサイト、住居内を自由に移動させて構いません。SCP-131 と触れ合うのは構いませんが、それらが職員に対する愛着を持ってしまうことを防ぐために最低限の接触を推奨します。常に1時間ごとに居場所を確認します。もし居場所が確認できない場合はレベル1封鎖処置が行われます。悪用、虐待が確認された場合は厳重に処罰します。説明 SCP-131-A と SCP-131-B、職員から親しみを込めて、iPod と呼ばれています、はおよそ30センチメートル、1フィートの体長で、中央に一つの青い目を持つ液体の涙型の生き物です。SCP-131-A はバーントオレンジ、SCP-131-B はマスタードイエローの色をしています。それぞれの底部には移動を可能にする車輪のような突起があり、それらが本来は生体機械である可能性が示されています。SCP-131 はとても速く移動でき、わずか数秒で60メートル、200フィートを移動することができます。しかしながら、SCP-131 にはブレーキシステムがなく、非常に愉快であるとは言わないまでも、数件の壮大な事故を起こしてきました。また垂直な面を登る能力も持ち合わせていて、通気口で迷子になったことも一度だけではありません。SCP-131 は家猫のような知性を持つようであり、とても強い好奇心があります。ほとんどの時間、SCP-131 はただ施設内を回り、仕事中の職員を観察したり、政府クラスの SCP を覗き見たりしています。SCP-131 は互いに訳しがたい公聴士のざわめきを通じてコミュニケーションをとっているようです。SCP-131 が瞬きをしたところを観察されたことは一度もありません。実験室において18時間以上にわたりビデオ記録された時でさえ瞬きをしませんでした。SCP-131 は愛情を持って接すると快く反応し、まるで子犬が人間に懐くようにすぐに懐きます。懐いた人または物に制限区画でも関係なしにどこまでもついていきます。好奇心が強い者の近くの危険を察知することもでき、もし懐いた対象が SCP-131 が危険と考えるオブジェクト、例えばユークリッドまたハケテルク、ラスに近づくとその足元、または適切な獅子を回り、警告するように慌てた様子で騒ぎ立てます。そのため日々ユークリッドやケテルクラスと関わり危険に直面しているサイト、19の職員は、繊細な作業や実験中に注意散漫になり、SCP-131 自身も危険な目に遭ってしまう可能性があるため懐かれないようにしてください。ホイ131、13章。懐いた人から長時間放っておかれると、やがて関心を失い通常の行動に戻ります。SCP-131 は職員によるケアやメンテナンスを必要としません。食事をしない、排泄物を出さない上に睡眠もとりません。唯一視覚の刺激のみが必要であるようです。ただ視覚症を得るためにはさらなる研究が必要です。SCP-131-A と SCP-131-B は1900年にの外れのトウモロコシ畑で見つかりました。即座にサイト、19A、データ削除済み、で輸送され、それらが見た者が何らかの敵対組織に対して通信されていないことが確認された後に政府クラスに格下げされ、サイト内を自由に行動できるようになりました。ホイ131-1 SCP-131 は SCP-173 のコンテナ清掃スタッフを追っていました。SCP-131 がスタッフに対していつも通りに警告を出しそれが無視されると、任務についていたそのスタッフと他の2名のスタッフよりも先にコンテナの中へ急いで入っていきました。一旦中に入ると、スタッフは SCP-131 が SCP-173 の前に座って、見つめ続けないと SCP-173 が動くことを知っているかのように、じっと見つめていることに気づきました。スタッフは SCP-131 を無視して通常通りの手続きに従い、2週間ごとの清掃作業を行いました。スタッフが退出するときも SCP-131 は SCP-173 から決して目を離さず、ゆっくりと交代して退出していきました。現在 SCP-131-A と SCP-131-B を SCP-173、または SCP-689 のような同様に監視が必要な SCP の監視役として利用することが考慮されています。